時計ファン世界の腕時計コレクション4本をチョイスしてご紹介します。時計の委託アンティウォッチマンの提供でお送りします。1本目はスミスダイバーズウォッチ英国製手巻き。ケースはスクリューバックです。ケース前面にはヘアラインが残っています。焼けてアンティークの味を深めたシルバーダイヤルには夜光付きの黒色の長短針と表示。2本目はCWC ロイヤルアーミーイギリス軍用時計特殊部隊 SBS ダイバーズウォッチ。ねじ込み式リューズに逆回転防止ベゼルなど充実した機能を備えています。特殊工作などに関わるスペシャルユニット特殊部隊 SBS 部隊に支給されている仕様のモデルです。3本目はアムサダブルクラウンダイバーズウォッチ。無名系のメーカーですがカラーデザインが美しくおしゃれな文字盤の時計です。上部のクラウンでベゼルを動かします。この時計はカラトラバサイズの約30mm。 4本目はヘノ EPSA コンプレッサーダイバーズウォッチ。 HENO の自動巻きコンプレッサーケースのダイバーズウォッチです。無名系のメーカーですがデザイン性の優れたモデルです。 30mm のカラトラバサイズクラウンを除く詳しくは時計の委託アンティウォッチマンでご確認ください。